こんにちは。小眼皮を紹介しましょう。小眼皮は、人長下科、眼皮属の落葉小低木で、内陸部のやや乾燥した日当たりも少し良くて、日陰もできやすい場所に生えていることが多いです。別名、犬眼皮とも言われています。小眼皮の開花時期は、7月から9月です。里山のやや乾燥した土手、のり面などに生えています。高さは30から70センチほどです。葉は単葉で五星子、長さ3から4センチの楕円形です。茎には短い毛が密生しています。茎の上部でよく分岐して、その枝先に相乗果樹をつけます。花は白色で細長く、先は4列し、やや反り返りがあります。しばらく開花状況をお楽しみください。小眼皮をご覧いただきました。いかがだったでしょうか？里山ならどこにでも見られるというものでもありません。ポイントは限られています。道端ならいずれは払われるという運命を持っています。ではまたお会いしましょう。